大岡忠勝は、戦国時代から安土桃山時代の武将。京図山陽によると、父は、関白、九条忠敬公営とされる、大岡伝蔵という。大岡氏は藤原北家九条家の公営と称した、三河国八名軍大岡村の土豪となり、姓を大岡と名乗ったと言われる。大岡忠勝の第二、松平清康、広忠富士二代にわたり松平氏に仕え、 後に、徳川家康に仕えた。署名は、女勝と名乗り、松平清康水で、松平広忠に仕え、手柄を立てたため広忠から返旗を受け、忠勝と名乗った。以後大掛では、代々、忠氏の一字を用いることとなる。享六二年、三河吉田四攻めでは、牧野伝次を打ち取り、永六六年の三河一向一期では、福王忠右衛門を打ち破るなど武功を挙げた。 忠勝には、三つ子いたが、吉田城攻略の尾張千田軍岩瀬の合戦で、長男の忠助が討ち死にし、次男の忠寺も養成したため、三男の忠正に、大岡次第大の名乗りとなる忠右衛門を称させ、家督を継がせる。文禄三年には、息子の後を追うように忠勝も死去した。去年七十三。慶長十六年、本領の三河から、相模国講座軍。 芹沢村の清道に改装された。改名は、太鼓院殿中誉れ窓月清しみ小路。ありがとうございます。